夏色カフェ、カフェ、カフェ。さあ始まりました、夏色カフェ。私森川夏樹と山崎よしみと北川かな、以上この3人でお送りいたします。さて7月の24日に夏色のセカンドアルバムサマーシュプールがリリースされるんですが、その全12曲をですね、毎日1曲ずつご紹介していこうというコーナーでございます。7回目は7曲目に入っております。 Everything for you、 こちらをですねご紹介したいんですけども、はい、これは大野さんの楽曲ですね。そうですね、いいねこれもね、これもいいんだね。これ私がまた歌詞書かせていただいたんですが、大野さんのデモ聞いてね、頭に浮かんできたんですよ、ドラマが。ドラマがもうパパって、私監督になれるかもわからんっていうくらいパパッとねドラマがね浮かんできて、それを一応歌詞にしてみたんですけども、まあその実はそのアイスクリームっていう曲の物語をまあ発展させたような内容になってましてね、届かない思いとか、こう叶わない恋とかね、そんながテーマになってるんですけどもね。切ないね、切ない、本当に切ないんやけどもね。最後のサビはまあ大野さんのコーラスでもうね、もうそういう感じにしまっております。はい、で葉山さんのギターがまたたまらなく、ドラマチックで、私歌詞書かせてもらってよかったんやろかと思うぐらいね、本当にいい曲なんですよね。女性のなんていうの気持ち、まあ、なんか共感みんながしてるような部分って絶対多いと思うんです。そう？そう、もうなんか、キュンキュンする。キュンキュンする？女性にすごくね、まあ、もしかしたら共感してもらいやすい歌詞のフレーズやったりとかちょっと多いかもわからないですね。男の人が聞いたら、え？そうなんって思うような、え、女の子ってそう思ってんの、ね、とか、もしかしたらそう、なるかもしれない、思うかも分からへんね。どう、かなちゃんは。私すごい一番好きなのは、1回目の、B からサビに行く時の歌声がすごい好き。なんかコアなんですけど、サビに入るとこの、生き方がたまらん好きです。たまらん好き？はい、何やろ、告白された気分や私。聞いたらわかると思うんですけど、1回目のサビの入る前からサビにかけてもなんか、みたいなのが上がっていくとこね。そう、そうです、そこはそう、はいはい、ありがとうございます。これは聞いたらわかると思います、みんな。そうかな、じゃあもう早速聞いてもらいましょう。いやもう聞いたらわかるだろうとかなちゃんの言ってるから、もうこれはもうぜひこのまま聞いていただきましょう。それでは7曲目に入っている曲をお届けしたいと思います。 Everything for you。 別にあなたの見ないこと全部仕分けじゃない、ただ今をもっと続けたい、張り裂けそうな愛を。 I am always by your side、 どんな時もずっと Got a step for you、 気づいてほしい Forever you、 この想いは誰にも言えず、あなただけに。いかがでしたでしょうか。かなちゃんね、聞いてもらったら分かるって、キュンキュンするところ、キュンキュンするフレーズ、皆さんお分かりいただけましたでしょうか。もうかなちゃんのキュンキュンのツボと、ね、もしかしたら皆さん違うかも分からへんのがちょっと心配なんですけども、まあまあまあ私たちもね大好きな曲で、いい曲なんで、ぜひですね、こちらも楽しみにまた聴いていただきたいと思います。はい、本日はここまででございます。次回もぜひ夏色カフェをお楽しみに。バイバイ。あなたを待つ人がいると時に終わる。夏色カフェ、カフェ、カフェ、カフェ。